この動画では大クワガタの作り方をご紹介します。大クワガタって作れるの？捕まえようにも近くにはいない。買うと高いし、育てるのは面倒。3D プリンターで作れます。データを拡大縮小すれば大きさは自由自在。3D けどでいじれば足も作り放題です。Pブラシコアで粘土をこねるみたいに 3D モデルを作りました。慣れるまでは細部の造形にかなり時間がかかってます。レジンを節約するために中空にしました。使い慣れた T2 ボックスでサポートをつけました。ボトンワークショップでスライスしました。3D プリンターはフォトン M3 です。レジンは SK 本舗の水洗いレジンを使いました。ちょっとだけ形が違う2匹をプリントしました。二次硬化してからサポートを除去しました。また今回も足を折ってしまいました。瞬着で修復しました。黒サフで塗装して、ラッカークリアでツヤを調節しました。ダイソーで色々買ってきました。シークマット焼きを買ってきました。昆虫ゼリーも買おうか迷いましたが買いませんでした。昆虫ゼリーは 3D プリンターで作ろうと思います。大きさを測定してみました。86mm くらいでした。もう一匹の方も測定してみました。こっちは 75mm でした。最近作ったクワガタを一緒に入れてみました。メスもいます。全部 3D プリンターで作りました。餌をやらなくていいし、匂いもありません。